烈を極めた霊能者限界の奥義継承トーナメント。邪悪な妖怪ランドーはやはり少林であった。激しい戦いの末、ユースケはこれに勝利したかに見えたが、違う、体を取り巻いている妖気の強さは半端じゃねえ。ついにランドーがその本性を現した。ユースケ VS ランドー、乱れ飛ぶ妖術。あれがランド？恨めしい、負けんじゃねえぞ。俺との決着が。意識を失ってるくせにまだあんなこと言ってる。ユースケ、頑張るんだよ。桑原君の仇を討つんだろ。じっくり楽しませてもらうぜ。顔色が優れないな。せっかく本当の姿になったんだ。まともに戦ってもらわないとつまらんぞ。ふざけんな。おらおらおら、あえっ、これで終わりだ。何？さっき俺を倒した時の攻撃が最後の力だったようだな。何だと？今のパンチには霊撃力が全く残っていない。肉体的なパンチではダメだ。本来のパワーと霊的な力が一つとなった霊撃パンチでなければランドは倒せん。だが今のユースケにそれを望むのは酷なことか。さて、今度はこっちから攻めさせてもらうぜ。なんだこれは。あれはあれは妖気の糸。数多い妖怪の中でもあれを体内で作り出せるものは少ないだろうな。しまった。くそ。動けねえ。このまま一気に締め殺してやってもいいが、それじゃあ俺の気が済まないからな。じっくりいたぶってやる。念のために言っておくが、これはかなり丈夫でな。どんなに力を入れても切れはしない。こんなもん。俺の言葉が信じられないと思う。だったらどんなに丈夫か分からせてやる。あれじゃ逃げようがないし、どうすることもできない。限界師範、あのままじゃユースケが死んじゃうよ。ランドを
て。いいのかい。あの坊やの負けを認めたら、私の奥義は乱道のものになるんだよ。私は構わないよ。たとえ乱道であろうとも、この試合の勝利者が奥義継承者になるんだから。玄海師範、それは違うよ。もし乱道が勝ったら、今度は玄海師範の命が狙われるかもしれないんだ。ふん、その時はその時だよ。玄海師範。まあ黙って見てるんだね。まだ決着はついてないんだ。ユウスケ。いい顔だ。その表情をもっと楽しませてもらうぞ。気分はどうだ。クソガキが何をする気だ。やるならさっさとやりやがれ。そう焦るな。じっくり楽しませてもらうと言っただろ。アグロンテタグラムオネラバイケヨンサバドアドナイ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 。自分なんか唱えやがって、何しようってんだ。俺のペット、魔界魚。魔界魚。それからついでに紹介する。こいつは低級だが凶暴な使い魔だ。さあ。時間だったんでな。だがまだまだ足りんと見える。食欲旺盛な奴らだ。お前にこいつらの好物を教えてやろう。それは人間の肉だ。あの構えは。そうだ、その顔だ。その顔が見たかったんだ。レーガン。前に一度見ただけのレーガンを見よう見まねで。恐るべき妖力と戦闘センスだね。もし奥義が奴に渡れば、私以上の使い手になるかもしれない。そんな魔性の技として。さて、続けて楽しませてもらおうか。俺は生きたまま食われていく人間の悲鳴が最も好きでね。いい声で泣いてくれよ。死ね！魔界の魚に食われてアウトだ。こんなことならもう少し遊んどくんだった。死ぬ寸前ってのはいろいろ昔のことを思い出すっていうが、浮かんでくんのは悪いことばっかりだぜ。クソったれ。さあ、美しい血しぶきと悲鳴を上げろ。
だ。もう終わりだ。敗北宣言か。意外とだらしねえやつだな。こんな腰抜けに勝つために今まで躍起になっていたかと思うと頭から屁が出るぜ。なんだと。いいか、俺は体を治したらあのガキと勝負するぜ。ぶっ倒すまでな。クワバラ、てめえは負けたまんまでしおれてろ。負け犬には魚の餌がお似合いなんだよ、須田君だよ。クワボラ！やればできるじゃねえか、バカ。え？今の恐ろしい量の霊気はまさか容器の糸を切り魔界魚を吹き飛ばしたとでも言うのか。今の爆発にも似たパワーなら考えられんこともないな。最後の力を振り絞って脱出したということか。だが再び浮かんできた時が貴様の最後だ。上げることもできねえ。やったー。この土壇場で霊撃力をここまで増すとは。頼むぜ、そのまま沈んでろ。やったぞユウスケ、やったやった。バザー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 。あれをなまさか。今のはかなり効いたぞ。たあたあ、予想以上にダメージを受けているが、霊撃力がかなり落ちてしまった。もう何言われようが動けねえ。勝手にしやがれ。どうやら本当に力尽きたようだな。
ならばせっかくの機会だ。貴様もあの仲間のように体を縮めて葬ってやろう。俺が呪文を唱え終わった時、貴様に万に一つの正気すらなくなるのだ。頭がグラグラして何ほざいてんだかわかんねえや。ランドーのやつ、またあの呪文を唱えるつもりだよ。終わったぞ。貴様の体はどんどん縮んでいく。さあ、どんな死に方がいい？骨という骨を粉々に打ち砕き、跡形もなく踏み潰すというのはどうだ？何？まさか、まさか、縮んだのは俺だというのか？技に溺れたな、ランド。一体これは？呪文の術は失敗すると己の身に呪文が返ってくる危険なもの。不用意に何度も使うべきではなかったな。失敗だと？バカな！俺の念は完璧だったはずだ。今の呪文は相手の聴覚を通し、脳細胞から全身へと直接念波を送り込む術で、極めて無防備な相手にしか通用せん。そのことを知ってるものであれば、耳を塞ぐだけで呪いを防げるんだよ。しかし、いやだ、そんなことを知らんはずだ。ユウスケ、さっきから耳がよく聞こえねえぞ。え、池の方がこんなに聞こえねえはずだ。そんな他人の技を盗むことのみに執着し、技の本質をつかめなかったお前の負けじゃ。ふざけるな！呪文を解けばすぐ元通りに。のんびり待ってるほど俺がお人よしに見えるか。もうパンチ一発打つ力も残ってねえが、お前に倒れ込むことぐらいできるぜ。何の力も残ってねえ。ユウスケ、よく頑張ったね。ああ、どうだばあさん、我ながらみっともねえ姿だが一応勝ったぜ。うん、奥義継承者は恨めしユウスケに決定。やった。よくやったぞユウスケ。今度の戦いはお前にとって絶好の修行になったはずだ。これからの霊界探偵恨めしユウスケの活躍が楽しみだな。あの小閻魔様。なんだ？小閻魔様が試合に夢中になってる間にこんなに書類が溜まってしまいました。こんなに？やった。ランドはこのまま金庫に入れて連行するよ。妖怪ランドもこうなっちゃ肩なしだな。終わったよ。もうしばらくすれば気がつくだろう。終わったって？クワバラはもう。腕の骨は無論のこと、全身の傷も治してやった。へえ、霊波動ってそんなこともできんのか。本来私の霊波動はこういう使い方をするべきものなんだよ。よし、何はともあれこれで任務完了。約束の東京ドーム世界格闘技戦を見に行くぜ。あ、忘れてなかったってか。当たり前だ。そのためにこれだけ苦労したんだろうが。バタンか、何を言っとるお前は。え、奥義はお前に渡すと言ったろうが、ユウスケ。これからみっちり霊光波動拳の基礎を教えてやる。え、ということは。そう、当分の間ここで修行をするんだ。なんだって。しょうがない坊やだな、まったく。